はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカいっぱい集めようキャンペーンのランボルギーニチェンテナリオロードスターです。はい、しっかり見ていきます。車種はランボルギーニチェンテナリオロードスターだね。ボディカラーはシルバーのメタリックだね。ちょっと薄いブルーが入ってるっていう感じかな。マットな仕上げになってます。で、正面から見るとこんな感じだね。フロントのところにはランボルギーニのエンブレムがあります。うん、エアロとかかっこいいね。で、ヘッドライトはシルバーの塗装になってます。で、ルーフの部分はロードスターだから、ここのオープンカーの仕様になってるね。で、横から見るとこんな感じだね。特に側面にこうプリントがされてるとかっていう感じはないけど、形はすごく綺麗だね。で、後ろの方はこんな感じだね。ここに小さいけどランボルギーニってこうプリントされてあるね。すごくこう形が複雑な感じでかっこいいです。このエンジンの部分のフードはクリアパーツになってます。で、助手席側の側面はこんな感じだね。運転席側と一緒になってます。で、タイヤはサスペンションがついてます。結構このサスペンションの幅は狭いね。スポーツカーだからかな。さすがスポーツカーっていうだけあって、なんかすごい平べったい、薄っぺらいね、ここがね。で、運転席は左ハンドルだね。このルーフがないから中がしっかり見えるね。で、内装の方を見てみると結構しっかり作り込みされてるね。シートだけじゃなくてダッシュボードのあたりとかもしっかりできてるね。で、車種の方はランボルギーニチェンテナリオロードスターナンバー81番2016年の車種になってます。で、ボディ全体のこのシルバーの塗装がマットな感じだからすごく高級感が出ていいね。で、このトミカ当選して満足してそのままずっと開封せずに置いてたね。でも、こうやって見るとすごくかっこいいね。満足度高いです。はい、3台並べてみました。この左のモデルが通常トミカのチェンテナリオだね。真ん中のグリーンのモデルが初回特別仕様です。こうやって3台並べてみるとこのカラーリングが違うだけで結構イメージ違うね。で、正面から比べてみるとこの通常トミカの方のこのイエローのラインが結構際立ってエアロが目立つよね。で、初回特別仕様はここにシルバーのラインが入ってるね、ルーフのところにね。で、ロードスターの方は特にここはルーフがないんでそういうラインは入ってないです。でも、このオープンの感じのこの辺の作り込みがかっこいいね。で、側面を比べてみると通常版の方はこのイエローのラインが際立ってるね。で、タイヤとかホイールはここは全部同じだね。で、後ろの方はこんな感じだね。どちらかというとこの初回特別仕様の方にデザインが近いのかな。形は同じになってます。で、上から見ると当然ながらロードスターだからこの部分がオープンになってるよね。後ろのエンジンのところは同じになってます。で、車種の方を見てみるとどれも同じだね。だけどロードスターの部分だけここに白でロードスターってプリントされてます。で、箱の方は正面のパッケージにチェンテナリオロードスターの写真だね。で、側面はこんな感じになってます。あ、ランボルギーニのライセンスシールもあるね。で、裏の方はこんな感じです。当然キャンペーンなんで非売品になってます。はい、今日はトミカいっぱい集めようキャンペーンの当選したランボルギーニチェンテナリオロードスターを紹介しました。こうやって3台比べてみるとどれもそれぞれ個性があってかっこいいね。で、今回紹介したトミカはこのキャンペーンだね。トミカいっぱい集めようキャンペーンの抽選で1万名様に当たるっていうキャンペーンでした。バーコードを5枚集めて応募すると当たるんだよね。で、当選するとこういう紙と一緒に送られてくるね。当選おめでとうございます、厳選なる抽選の結果当選しましたって書いてあるね。で、今回は抽選で1万名様で、今回は当選したけど、これ手に入れたい方はやっぱりこれオークションとかでしか手に入らないね。ヤフオクとかだとだいたい4000円から5000円ぐらいで取引されてました。で、このランボルギーニチェンテナリオのこのロードスターの形が欲しいよっていう方はランボルギーニギフトセットっていうのを買うとその中の一つにこれ入ってたかな。
はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。